トラファルガー広場に面するナショナルギャラリーとセントマーティン・イン・ザ・フィールズ協会トラファルガー広場はイギリス・ロンドンのウェストミンスターにある広場である。この広場は政治演説をする人が多いことでも有名で、週末には何らかの集会が行われていることが多い。1805年のトラファルガーの開戦における勝利を記念して作られた。 当初は、ウィリアム四世広場という名前だったが、建築家のジョージ・レデウェル・テイラーの提案によって、トラファルガー広場となった。トラファルガーの名は、海鮮があった、スペインのトラファルガル岬に由来するが、もともとはスペインに進出した、アラビア人がターリフ・アルガルとアラビア語で呼んでいた。この広場は、エドワード一世の時代には、王家の馬屋であった。 1820年代、ジョージ4世が建築家のジョン・ナッシュにこの地域の再開発を依頼。現在の形になったのは1845年である。コレーショネルソン提督の記念碑中央に噴水のある広いスペースでできており、ナショナルギャラリーの入り口へ続く階段がある。以前は噴水周辺は四方を道路に囲まれていたが、 ミレニアムを記念した様々なロンドン改造工事の一環として建築家ノーマン・フォスターの監修で道路の一つが塞がれナショナルギャラリーから噴水までが大きな広場となった。ホレーショネルソン提徳の記念碑は噴水の隣に巨大な四頭のライオンのブロンズ像に囲まれて建っている。広場南側にラウンドアバウトのチャリングクロスがあり北側はナショナルギャラリー。 東側は、セントマーティンズ教会がある。また、南東方面は、アドミラルティアアーチに隣接し、バッキンガム宮殿に向かうザマルに接続する。南は、サウスアフリカハウスがあり、ホワイトホールが、テムズ川を東にして南北に走り、沿道界隈には、中央官長やダウニング街10番地、英議会ウェストミンスター宮殿などがある。北は、 チャリングクロスロードがオックスフォードストリートまで走り、西にはカナダハウスがある。1908年のトラファルガー広場2009年のトラファルガー広場。ありがとうございます。